皆様ごきげんよう、ユーランドです。金曜日の日経平均先物ナイトセッションは 38,730 円で引けています。大引けから240円上昇しています。先物の冷やしチャートを確認すると、日中引けですね、この紫の25日線付近で引けていましたよね。なのでまだレジスタンスになる可能性というのは十分ある位置だったんですけども、ナイトセッションこれ確定するのは月曜日の大引けですが、一気に青の5日線と水色の20日線も200円近く上回っています。目の前にあるのはオレンジの75日線と黄色の下向きの60日線ですね。切り替えて、いつも大引け後の動画でもご覧いただいているフィボナッチリトレースメントですね。やはりこのフィボナッチも同じ水準がレジスタンスになりそうというところを示唆しているんですよね。この4月19日の安値から 50% 戻しのピンクの水平線、これが 38,810 円を挟んだ上下動、ここですね、になってますので、39,000 円どころですね。今の60日線や75日線があるところ、出来高も厚いので上昇の勢いも最初のタッチでは押される可能性もあると推測されます。一目均衡表です。地高スパンの動き、この動きですね、26日前の日比線を踏襲するように今度は上昇してきているというのが確認できます。ローソク足は雲の上に抜け出ていますね。先物の場合は4日にねじれるということになるんですが、ねじれる前に雲の上に出たということになります。転換線も下向きではあるんですが、基準線よりは上に位置しています。三役で見ると三役とも好転はしている、転換線は下向きですが好転しているというのが確認できます。続いて日足の QRC ですね。直近の下落で上昇を示唆する水色リボンからピンクになりかけていたんですけれども、この連続陽線で再び水色が、まだ幅狭いですけども、ただ再びエクスパンション拡張傾向にあります。下段の MACD を確認するとヒストグラムはまだデッドクロスはしてますが、極端に赤からピンクに転換を示唆してきています。青の MACD 自体ももうゼロラインの少し下まで迫っています。週足の QRC を確認します。まずは今週のローソク足自体はこの上下の長いヒゲがある陰線で引けています。 13HMA は上回っていて、黄色の13周線は下回っていた、これは現物と同じですね、位置で引けています。そしてこの右側の大きな陽線はまだ来週の金曜の大引けまで確定しないですけれども、暫定的な陽線ですが、ナイトセッションの強い動きで大きな陽線になっています。ただ黄色の13周線よりは下に位置しているというのが確認できます。日足の60日線や75日線、あと出来高が厚いところ、そしてこの13周線すごく近い位置にありますよね。なので、39,000 ところを来週終わり値でこう上回る陽線になるのか、それとも上髭があるような陰線で引けるのかというところですね。来週の週足ですね、どういう形で引けるかというところ重要なポイントかと思います。続いてトピックス先物の日足チャートです。ご覧のようにかなり強烈に上昇しています。5月20日付近のこのヒゲの上ヒゲの高値も、つまりザラバの高値もナイト引け段階ですが上回って引けています。2794.5 というのが高値ベースであったんですけれども、これは強烈に高くてですね、いつもお伝えしているこの3月22日ですね、日経平均は史上最高値のところ2798.5ですので、あと4ポイント程度に迫っていたということになります。パーセントでいうと 0.2% ぐらいです。なのでトピックス来週の動き一つで、史上最高値ではないんですけれども、3月22日高値を抜く可能性がある位置まで上昇しています。続いてトピックス先物の週足 QRC です。左上が今お伝えした3月22日の高値ですね。でナイトセッションがこの位置まで来ています。もう見た目でもほとんど並んでいるというのがご覧いただけます。で今週のトピックスのチャートはこの1本前の下髭の長い陽線
です。日経平均は陰線でしたけれども、トピックス陽線ですね。そして13週線をこの4月22日の陽線で上回ってから、トピックスは週足の終値で13週線を割れていません。そして 13HMA もこの次の週、4月30日の週から上回り続けています。トレンドを上に転換を示唆する線ですね。 13HMA を陽線で上回るというのを今週もそれを達成しています。リボンがまだピンクというのはありますけれども、かなり上向きになって、こうスクイーズして水色になるかもしれないなというような QRC のピンクリボンになっています。続いて米国市場を確認します。まずはブルームバーグですね。金曜日は注目の PC デフレーター発表されています。結果はですね、事前の市場予測通りインフレ鈍化傾向の結果でした。なので株価にはポジティブな結果だったはずなんですけれども、3指数ご覧いただくと、ザラバの動きですね、ご覧いただくとですね、特にナスダックは大幅に下げていたというのが確認できます。そこから最後の30分ほどで大きく戻していますが、結果的にナスダックはマイナス、ニューヨークダウは大幅高ですね、570ドル高、 S&P500 はパーセントで言うと 0.8% 高しています。ただいずれもザラバは弱かったというのが確認できます。まずはニューヨークダウのチャートを確認します。金曜日は570ドル高、大幅高ですので、ご覧のような大きな大陽線で引けています。ただ日足のチャートの流れとしては、今3指数の中では一番弱い流れになっています。陽線たすき線ではありますが、一目均衡表の雲上限先行スパン2を下回っている雲の中に位置して引けています。下落を示唆するピンクリボンにも株価を抑えられるような下の位置にまだあります。一方で S&P500 のチャートはかなり強い形状に見えます。先ほどニューヨークダウが抑えられていた一目均衡表の雲の上限はここにありますから、雲を大幅に上回っています。あとはローソク足の形ですね。前営業日の安値を更新したわけなんですが、引けでは陽線で前の営業日の実線部分を上回って引けています。これはリバーサルローという買いサインです。先週ですね、リバーサルハイという逆向きの売りサインですね、日経平均で出現したというところをお伝えしていましたが、それはリバーサルローはその逆ですね。買いに転換する時の強いローソク足、プライスアクションが出現しているというのが確認できます。そしてそれに付随して S&P500 のビックス指数を確認すると、いつもポイントとなるのは赤の200日線なんですよね。赤の200日線を上回ると吹き上がる、急騰するという習性があります。今の局面も200日線より下から上がってきていて微妙なところだったんですが、金曜日、ズドンとビックス指数は大きく 10% 以上下落したというのが確認できます。200日線付近からですね。これは原則株価は逆の動きをしますので、 S&P500 株価にとってはポジティブ、プラスの材料かと思います。切り替えてナスダックの日足チャートです。一目均衡表の雲より大きく上にあります。ローソク足を確認するとですね、下ヒゲの長い陰のカラカサということで、これは木曜日の日経平均に似ているローソク足の形ですね。それを受けて日経平均は翌営業日の金曜日に大きな陽線で引けたということになります。米国の長期金利10年債利回りに関しては下落傾向ですね。 PCE の結果もあって陰線が連続しています。先週の高いところでは 4.638 までありましたが、引けでは 4.502 まで下落しています。であればですね、為替も円高方向に向かうのかと思いきや、そうはなっていないんですね。 157.23 で引けていて、ローソク足、米国の金利は陰線が連続していましたが、ドル円に関しては陽線で引けています。で、重要なポイントとなるかもしれないフィボナッチリトレースメントの 61.8% 戻し、ここのラインも上回って引けています。これ以上の円安ドル高、再びのですね、
介入懸念ということで、介入懸念自体ドル円の影響というのもそうなんですけれども、日経平均先物に影響も及ぶわけですよね。今は非常に微妙な位置にいるということになります。円安ドル高方向に行けば介入懸念、一方で過度な円高に動くと業績の悪化懸念からやはり日経平均のマイナス材料になってしまうということで、ドル円の動きですね、急激な動きではなく緩やかに動くというのが日経平均にも一番マイナスな影響を与えない動きかと思いますので、来週もドル円の動きも要注目です。今日の内容は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。